作望周期。新月から満月を経て、次の新月まで1日餅月は、月の満ち欠けの一周期である。特に、1日から次の1日、あるいは、餅から次の餅までの期間を呼ぶ。1日とは、太陽と月の合わせ。餅は、太陽と月の章の時である。月の複雑な軌道のため、周期にはおよそ29.27日から29.83日の幅がある。 この平均を平均作望月と呼び、地球と月の光転周期から求めることができ、約29.530589日であるが、次に示すように少しずつ長くなっている。平均作望月の計算式は次の通りである。平均作望月イコール29.530588853プラス0.0000002162。y ここで y は、 J2000.0 からのユリウス年数である。したがって、1ユリウス世紀につき、0.00002162 00日、すなわち、約0.01868秒ずつ、長くなることになる。これは、他の惑星の接動に加えて、地球の使用の満ち引きに伴う、超積摩擦により、地球の時点と月の光点の間で、各運動量を交換するためである。 退院対応歴では、1日の日を月の代、1日目に合わせることにしているので、作望月の計算をもとに1日を決め、代の月、小の月を配当していくようにしている。もちろん平均すれば、平均作望月には、ぼ等しくなる。なお、純粋退院歴である日ジュ歴は、三日月状の細い月が最初に見える日を月の、はじめとしている。ありがとうございます。